んにちは。スクールバスから降りてくる君はいつも笑ってるよね。スケートボードで通り過ぎながら僕は毎日見てるよ。ぼーっとしてたらさ、お休みメールさ10時過ぎとったらしい。ごめん。でもせっかくめっちゃもうコンプラな写真送ったのにな。いちいち写真送ったのにな。残念、お蔵入りだね。残念だ、残念残念。もうしょうがないね、こりゃ。あ、海派と山派と家派だ。はい、あ、見て、てか今日からコンタクトを入れられるようになった。嬉しい。マスカラ塗っちゃおうかな。嬉しいからマスカラ塗っちゃおう。やばいやばい、ギルバト、もういいや。500文字、待って待って、今からちょっと500文字のさ締め切りの文章書かなきゃいけないから、それだけちょっと待って、やばいやばいやばい。やばい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 、カウント、カウントメモ、カウントメモ。ほいほいほい、うーん、あるよねこういうこと。NAB5 周年ライブ、てか明日からゴールデンウィーク、もしかして嘘だ。でも今日ニュースとか見てたらもうなんかゴールデンウィーク、去年なんかコロナ前ほどは戻ってないけど、なんかもう3倍、去年の 300% のおけなんか客入りらしいよ、ね、観光地。まあそりゃそうだよね。ゴールデンウィークのなんかさ、若干さ、この嵐の前の静けさでちょ若干めちゃくちゃなんか、まあ、リハーサルは結構あるけど、なんかめちゃくちゃ忙しいわけじゃないの。だから私もどっか行きたいんだけど、なんかゴールデンウィークだから世の中が人多いじゃん。だからもうやめてほしい。なんでなんでみんな休むの。なんかもっとバラバラに休んでほしい。みんないるんだよね。今日宮島の中継とかもあったけど、ニュースでめっちゃ人多かったよ、びっくりした。どこも行かない、どこ。明日クロフェスワンチャン行くかとか思ってたけど、もう移動ができない。雨なの？クロフェス。
そうなの？燃えるね。田んぼフェスが一番楽しいからな。私も自分が音楽好きになったきっかけは、まあ親っちゃ親だけど、フェスとかライブに足を運ぶようになったのって、初めて行ったフェスが田んぼフェスだったんですよ。もうドロッチで土砂降りで、それその日履いてた靴捨てたぐらいで、もう服の中もびしゃびしゃ、タオルなんて意味がない、もう歩くとこ全部沼地みたいな、田んぼフェスって言うんですけど、そういうの田んぼフェスだったんですよ。でもう、あ、一周回ってもうどうでもいいやみたいな感じで行った、親と行ったんですけど、マジでこれ農業なんじゃないかなってぐらいドロンコになりながら行った土砂降りのフェスにだったんですよ、私のフェスデビューが。それってすごい記憶に残ってて、それがおもろすぎて結構ライブ好きになったとこがあるんで、マジ田んぼフェスになったら最高だと思います。でも下コンクリートなのかな、あの泥沼だったら最高だよマジで。一周回って自己超楽しくなる。ちょっと泣きそうになるよね。カリンのインスタ見た、あれはどこのブランド服ですか？インスティティアンドゴールのやつかな。結構インスタグラムって写真1枚目か2枚目か分かんないけど、タッチしたらブランド出てくる。あと文章のところにここのワンピースでって書いてたり、ハッシュタグでブランドの名前書いてたりするから、そういうところを全部見ると自分で解決できるかもしれない。テティアの効果ね、多分今日のやつは分かんないけど、昨日のやつはダズリン、一昨日がなんだっけちょっと分かんないですけど、そんな感じで、インスタでタグ付けされてる、その写真の上にタグ付けとかされてるんですよ。なんかこんな感じでこうやって、でこれをタッチするとそのブランドのところに止めたりするんで便利ですよ。そんな感じ。この写真はさ何も書いてないけど、この写真うん、あれ投稿だ、これ1枚目何も書いてないけど、ここはここに人のマークがあるじゃん。この人のマークがあるところはタッチしたらこのタグが出てくるんで、はい、こんな感じです。そう、むずい。ティティはね可愛いんだけど、ちょっと丈が短いから、なんか一番私の足が短く見える丈なんですよね。可愛いんだけどね、自分の身長を恨む。
海派か山派かのやつどうしようかな、ちょっと考えよう。どうしようかな。ナイナイさんが私のことを知ってくださっていますっておかしいの、日本語なんて言うの、こっちが言うときはさ存じ上げておりますって言うけどさ、 あっちなんかナイナイさんが私のことを知ってくださっていましたってなんか変な日本語だよね。ちゃんと公式文書で出したいときなんて言えばいいの。なんて言えばいいんだ私。福田あかりのことを知ってくださっています、知ってくださっていますでいいかも、まあ、多少バカっぽい方が可愛いよね。全国お腹鳴った。フラワーフェスティバル天気良さそう。よかったね。あ、でも室内じゃん、今回。でも、屋台とか出るのかな？どうなんだろう。今ね、300文字までいけた。
くずく。ごめんね、ちょっと携帯見てる。何々ができました丸の後にしかもっておかしくないよね。なのでがダメなんだっけ。もう作文なんてしばらくしてないから忘れちゃった。しかもなので、なのでしかもはいいよね。なのでがダメなんだっけ。わかんない。合ってる？ありがとう。初代船長岡田奈々かっこいい。こんばんは。今日からコンタクトデビュー、幸せ。自分画面見て嫌な気持ちにならない。CD 買いに行く。ありがとうございます。めっちゃ口紅がついた。ほら前髪ちょっとまた切りたくなってきたな、伸びたから。やっぱあのちょっとおんまゆうキャラで行こうかな今年は。おんまゆうで行くか。
串カツ食べたい。カレンコン、あとね90文字研究生が入ったら何人になるんだ。今33だから37か。何してんの。提出物書いてる。プロフィール37か。12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24。あ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,37 だ。できた。オッケー。ふう。はい。今日。久々に眼科行ってきたからね。快適。達成感。疲れっこん。なんか昔こういう CM なかった。なんかマントヒヒ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 トコブラクダダ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 ダックスフンドド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 ドみたいな、なかった？昔ね、懐かしいね。なんだっけあれ、なんか車かなんかの CM。
懐かしい。聞いたことあるでしょ。あ、海墓山墓決めよう。携帯携帯。ひょひょひょ。配信どこだ、詳細。これか、ゴールデンウィーク。海派山派家派。海の幸、肉、スタバカード。海の幸は保存が難しそうだから、山か家だな。図書カードも、あ、グレードがあるのね。図書カードってコンビニとかでも使えるよね。それ使えないっけ。図書カードって何に使える。CD、 肉だな。でも肉な気がしない。コンビニでは使えないか。肉、あのね、肉の場合はでも1回で終わるじゃないですか。1回、まあ、1回、いや3回ぐらいに分けて食べれるか。20万ポイント達成。あ、待って、これツイートを消そう。お休みメールがどうのこうのって、あんまり自分の方以外に見に来られても恥ずかしいから。和牛をプレゼント。そして次のグレードがグレードアップした和牛をプレゼント。その次がさらにグレードアップして和牛をプレゼントこれしかも3つ、3つもらえるの。やば。肉だな、こりゃ。こりゃ肉でしょ。肉でいきます。スタバの方が、まあ、継続して使えるよ。スタバだったら、まあ、1週間分なのかな。こういうのだいたい1週間分。スタバカード1週間分だったら、まあ、7回いけるのかもしれないけど、でもまあ、ちょっとね、肉ですよね、やっぱ。肉で行こう。肉で行きます。ヤマハで。ヤマハってここ。あ、これ待って。あ、青のやつはあれなの？もらえるやつ？え？これテントの色が2個あるのは何？またあれチャレンジがある、もしかして。あ、チャレンジが青のやつもらえるんだ。あー、なるほど、なるほど。あ、缶詰ピンク10個ありがとう。これも先生、ピンク10個ありがとう。あ、チャレンジもらえるんじゃない？これもしかして。その、2色あるとき大体これもらえるやつだから。チャレンジ。お！もらえるよ？ 5 個ずつ。おー。いいじゃん、もらっとこ。チャレンジしとこ。チャレンジからもらえます。イエイイエイ。ハイパー山10個ありがとう。ヤマハにしとこうえ、なにこのクマ。
貫通。あ、すごい、ヤマハのクマありがとう。ベア、そういうのもあるのね。肉パーティーしよう。またなんかヤマハって言ったらちょっとさ、なんか音楽っぽいよね。アーニョシピンクジュックありがとう。ミケちゃんベアありがとう。あ、すごい前髪で言っちゃった。うん、ありがとうございます。うん、ヤマハ、ヤマハの、ヤマハのお肉。タカピンク10個ありがとう。何も知らない人が見たらヤマハって肉にも手出したのかなってなるよね。ブーちゃんピンク10個ありがとう。え、待って、私、え、肉、またすき焼きできる、もしかして。来た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 、すき焼きのタレ半分残ってるから、白滝もまだ半分残ってるから、今日はスーパーに行ってきて、結構もう腕が引きちぎるくらい久々に買い物した。3000円分ぐらい久々にスーパーで3000円なんて使ったよ。めっちゃ重かった。何買ったっけな、キムチ鍋の素、あれ 500ml を2本買ったんですよ。もう置いとこうと思って家に。で、冷凍食品も大量に買って、でもうちの冷凍庫ってもうちっちゃいタイプの、あの霜が張り付くタイプの冷凍庫だから全然入んなくって、もう今日ね、パズルだったよ。今冷凍庫開けれないもん。今冷凍庫開けたらもう流れが起きると思う。パズルです今。あのハンバーグとかもあるから、ハンバーグと冷凍食品、焼きおにぎりとか餃子とかチャーハンとかいっぱい買ってきたのよ。パスタとか冷凍の、ありましかった。それでもう冷凍庫の中がたくさんたくさんで、なんか何、本当にモリモリになったし、あと何買ったかな、カレーとかも買って、カレーのなんかレンジでチンするカレーとかもいっぱい買って、そう最高、超テンション上がった。ペイペイジャンボ当たれと思ったけど当たんなかった。はずれー、シュルーン、ハズレーって言われて、ハズレかーってなったんですけど、あれちょっとレジの前で恥ずかしいよね。あと何買ったかな、牛乳も買って、あ、プリンの素買ったからプリン作ろう今日。プリンか、プリンの素買って、あと何買ったかな、マウントレーニアまた買い足しちゃった、マウントレーニアまた買い足して、ノンシュガーのやつ。あと何買ったかな、あ、キムチがちょっと高かったんだね。キムチ鍋に感化されて、普通のキムチもコクうまも買った。コクうまで400円ぐらいするからね。買って、うまかっちゃんも買ったんだよね。うそままね、ある家に。まだ。うまかっちゃんも買ったんだ。あと、ちゃんぽんも買った。ちゃんぽんがあんまスーパーに置いてないから、冷凍しとこうと思って。あ、今日も投票したからね。ありがとう、嬉しい。そう、あと何買ったかな。でもとりあえず冷凍食品って意外と高いんだよな。全部教えてるよ。あ、味噌ら買えばよかった、確かに。あと何買っただろう。白菜買ってないね。野菜今日買ってないかも。こんな感じかな。あ、あとパンも買った。もうリハーサルの時、リハーサルばっかなんだけど、ここ最近、まあ、当たり前か。まあ、コンサート前なんで、もう一日、朝から晩までね、室内にいて、なんかあんまりコンビニとかも行けないから、ずっとお腹空いてるんですよ、リハーサル中。だから、自分が出ない曲の合間にパパパって食べれる用のちっちゃいパンを、いっぱい買ってみた。そう、菓子パンね、重宝します、そういう時に。
そう、そのパンも意外とな、100円とか200円とかするからな。あとなんだろう、あと何があったっけ。物価上がってるって感じるな自分は。あと何があったっけ、あ、コーヒーゼリーも買っちゃった。今日ね、なんか気が大きくなってたのがね、合流しちゃったんだよ。なんかこのゴールデンウィークに、もう絶対今までの私だったら絶対どっか、まあ関西か九州あたりに遊びに行ってるんだけど、もうちょっと今節約も兼ねて、このゴールデンウィークは、ゴールデンウィークだったから、もう今遊びに行かない代わりに、いいやって気持ちがなっててそう、スーパーで爆買いっていう、そんな可愛いことをしてしまった可愛くないゴールデンウィークの楽しみ方、スーパーで爆買いなんだけど可愛くね。でも今日ちょっとファミレス行こうかなと思ったの。なんかちっちゃいピザみたいなの食べたかったから、あのガストのマヨコーンピザが好きなんですよ。ちょっと100円値上がりしたけど、最近あれは400円ぐらいするんですけど、それとちゃんと買うもの決めてから行ったよ、ここにメモしてたんだから。それとドリンクバーを使用で、なんか携帯触りながら、まあ、そこでツイッターとかで、ああツイッター今日やってない、やんなきゃ、あもうこの時間なんかしよっかなーとか思ったんだけど思ったんだけど、そこも節約して、そうスーパーのお金に回しました。まあね、でなんかうどん屋にも行こうと思ったの。うどん屋にも行こうかなと思ってて、メニュー見てたら、花丸じゃないうどん屋だったから、近くにあったのが、近くってもそんな近くもなかったし、うどん屋があったんだけど、なんかかけでも400円ぐらいして、なんか具が入ってるやつは600円とかしたから、えこれは定食食べれるじゃんってなって、もうそこも節約して、そう、まあでもねって考えたら、別にスーパーで無駄なもん買ってないよ今日は。まあコーヒーゼリーぐらいかな、無駄買いっていうか、その嗜好品は。マウントレーニアとコーヒーゼリーぐらいかな。お菓子買ってないし、そうだからいいんだ。冷凍食品が意外とね、ポンポンカゴに入れてると意外と重いし、値段がするし、冷凍庫に入らないっていうそんな感じでしたけど、まあまあそれもまた人生。って感じ。あとね、メールにそれどこまで検閲通ってるんだろう。お休みメール届かなかったのつらすぎ。謎かけ考えてる場合じゃなかったな。は ICL の話題で今日のメール終わったのやだな、申し訳ねえ。あ、メール届いてるじゃん。そう、明日、まあちょっと明日の予定がちょっと曖昧なんだけど、ワンチャンカラオケ配信しよっかなーって思ってるんだけど、ゴールデンウィークって、え、でもカラオケボックスって予約できるのかな。ゴールデンウィークってカラオケ空いてる？なんかショールームの許可は取ったんだけど、しかもなんか街に出たくないっていうのがある、人多そうだもんな、嫌だなみたいな、こんな感じ。予約、ウェブ予約、あ、ウェブ予約できるやん。
無料 Wi-Fi 現在地から探す、これか。料金体系が分からん。あ、予約できるねこれ。うわ、パーティーコースとかあるのこれ。あ、違うわ。あ、待って、これ広島じゃない。いかんいかん、広島じゃなかった。いかんいかんいかん、そんな違う県まで行ってカラオケするのはおバカさんすぎる。びっくりした今。広島じゃない、広島にこんなでかいカラオケはなかった。焼けにキラキラしてる部屋があるなと思ったけど、びっくりした。危なっ。な、料金なんか土日なんかさ、こういう祝日系はさ、なんかフリータイムやってなかったりすんのかな、どうなんだろう。別に店はどこでもいいんだけどね。でもある程度綺麗なとこがいいな。なんかちょっと雑多なとこに行ってると思われたくないな、配信だし。自分で行くだけの時はいいんだけど。これ値段書いてないのか、アプリ入れてたっけ。え、罰金取られるから予約してって、やっぱ明日行けませんとかなるかな。何時で予約しよう。え、待ってね、フリータイムは7時からとか、なんかそういう縛りないのかな。あ、料金表、あ、なるほどなるほど。ゲッ、あ、祝日、あ、祝日料金あるねやっぱ。はあ、ははあ、フリータイムこれか。うおー、え、一人カラオケって高いのこんなに。はあ、思ったより高いなこれは。CD が3枚買える何でも最近 CD 何枚って考えちゃうんだよね、何買うにしても。ちょっと別違う店にしよう。あんまりここで喋るとあれだから、ちょっとこっそりやろう。フリータイム投票したいのに、したいよ本当。今私、今までの私だったら気軽にあの昼ご飯定食屋とか行ってたんですけど行かなくなったもんな。祝日お、あ、ここにしよう。ウェブ予約29日、何時からにしよう。あんま遅いとな、帰り電車動いてないと嫌だから。しかも終わった後メール送りたいから6時半か7時がいいな。祝日だから別に何時でもいいよね。待って、これ夜のフリータイム何時からとか決まってんのかな。料金、あー、
祝日か、祝日はははは、はいはいはい、おーおーおー、なるほどね。え、難しい料金。ん？ん？これ昼料金と夜料金をまたいだら、え、確かに昼の方がいい。だから昼でもいい、もはや。え、確かに別に無理して夜しなくていいのか。確かに明日祝日だから土日だと思えばいいのか。え、待って、これ難しい。祝日、10時から1時。え、この10時って22時だから夜か。いや、これ22時からだのに枠取ってもしょうがないな。え、11時から20時。あ、分かった、祝日の昼はフリータイムがないの、これは。え、そういうこと。その他むず夕方くらいにそっか。多分これ祝日ね、夜の10時までフリータイムない説だ。でも綺麗そうだからここにしようかな。バスがある時間に帰りたいから、メールも送りたいから、何時にしよっかな。昼、4時ぐらい？ 4 時ぐらい？タクシーはあんま乗りたくないな。タクシーに慣れちゃう自分が怖いからうーん、4時、5時、4時半。これアンケートしたら絶対遅い時間に票がつくから、どうしようかな。4時半で。4時半、4時、いやでも4時、いや待って、4時まで、うーん、4時にしよう、4時にしよう、昼の決めた、もうもう今決めたから。ウェブ予約4時に決定。16、人数、大人1名。え、これ利用時間、まあいっか、あっちに行ってから決めればいいのか。確認
予約申し込み。OK。いけたいけた。明日雨？無理。やめようかな。やめようかな。もう予約しちゃった。もう契約しちゃったから。予約した。で、明日の4時にショールームの予約をも入れちゃう。予定管理。そう。え、広島県大雨？無理ー。本当に言ってる？やだー。え、いや、キャンセルしようかな。え、やだやだやだ。どうしよう。嫌だ。え、嫌かも。え、本当だ。明日は雨が降りますって書いてる。え、てかもう今日の夜から雨降る。信じられないぐらい雨なんだけど。あ、待って、でもね、3時ぐらいから晴れるよ。だけどギリいける。あ、でも家出るときはギリ雨降ってるんだろうな。で、お気に入りの傘で家を出て、忘れて帰るんだ。いや、でももう4月29日の天気、毎時うわー、でも、いやー、雨、帰りは晴れてるけど、やっぱ行きは雨っぽいな。まあ、しょうがない、しょうがない。ヘアアイロンだけ持って帰ろう。あ、持っていこう。まあ、天気予報って外れるよ。いいんだ。いや、ちょっと、楽しいことしたいじゃん。せっかくゴールデンウィークだし、みんな投票頑張ってくれてるしさ。なんかちょっと、まあ、別にカラオケ配信し、なんか自分もちょっと久々にしたいなと思ってたし、なんか理由付けがなくて やるちょっとでもいい理由付け、ゴールデンウィークだし、なんか最近マイク持って歌ってないなって思ったから、なんかちょっとそういうのやりたかったし、ライブがなさすぎて、ライブがなさすぎてちょっとアイドルを忘れそうなんで、ね、それでみんなも見てさ、ちょっと元気になってくれたら嬉しいなって、元気に楽しくなってくれたら嬉しいなって思います。そう、一緒にバンガローキャンペーン、キャンペーン？一緒にバンガロー作戦だよ。作戦？です。なので、まあ、ちょっとバタバタするかもしれないですけど、そう、ショールームのカラオケ配信も好きなんだけど、やっぱマイクがここにつつ紐で、Bluetooth のができなくって、この有線イヤホンだからやっぱ、あんま動けないっていうのもあるから。そう、なので、まあ楽しく、ちょっとね、気分を変えて、やっぱね、その投票期間までやっぱ落ち込みがちだから、私も。なんかやっぱ人間はさ、悪い方は悪い方に考えるじゃないですか。だし、楽観的になるつもりはないんだけど。そう。なんか、なんだろうな。楽しく、やりたいから。カンズピンクのやつ10個ありがとう。そう。
いやーでも本当 PR 舞台やれなかったら夏の例えばさ、なんかなんだろうな、何かイベントをやってる裏って結構休みになりがちな、例えばチャート入りの公演の日とか休みだったりとか、なんか四国の公演の日は逆に四国以外の子大体休みだったりとか、なんかそういうことが起きるから PR の公演がある日はその日休みになる率とか高いんですよ。まあ明日みたいに北九とクロフェスとかがこうダブルであったりとかも、まあ、結構でもレアケースじゃないですか。でそれがあったとしても明日ライブができてない、ライブに選ばれてないわけだし、私はだから PR ベッド入んなかったら今年の夏マジで暇になる予感しかないんですよ。なんか公演とかあると思うけど、なんか、うん、人より暇になる気がしてて、なんかそれも嫌だし、うん、なんかうん、でもそんなことを考えたら落ち込んでくるんですよね。だからちょっと前向きになりたいのと、みんなに、みんなも投票大変だと思うのよ、いろいろと。だからちょっと楽しんでほしくってやる。だから別に何々公演とかも言ってやるつもりはないけど、ちょっと気分転換な感じでやれたらいいなと思います。PR 舞台絶対入るぞということでね、ツイートもしよう。入る、よし、ツイートもしよう。明日の16時から いつぶりカラオケボックス、カラオケボックスに行くのが去年のカラオケ配信ぶり、去年のカラオケ配信いつやったっけ、もう1年以上前、めっちゃ久しぶり、いつ、超絶久しぶりだよ。去年の1月とかか。マジカラオケボックスに行くのがそれぶりぐらいだわ。私メンバーとだから南とかとよくカラオケ行ってたんだけど、ほんま行ってないからな。あと初めてカラオケボックスの予約をした。うん。10時から1年以上。配信します。ゴールデンウィークの暇つぶしに。でもふう、福田はここからがすごいぞ。応援ライブです。大の投票を頑張ってくださっている皆さんへの応援ライブです。
マイク、マイクの絵文字。おやすみメール、どんな内容だった、どうなん、プリン作るぜみたいな内容だったかも、分からん、覚えてないな。うーん、チョコレートの写真送ったかな。今ツイート作ってんの。ツイート、できた。よし。しかも結構なんかぶりっ子な写真つけた。ぶりっ子な写真をつけてツイートして気合十分でござる。あ、もう11時19分なの？プリン作るのやめぴ。昨日のキムチ鍋だけ温め直そう。菜箸買ってきた100均で。
しすぎるじゃない。どんなあったとしても、味薄かったからね。もったいないかな、めっちゃ足しちゃったけど、まあいっか、美味しく食べれる方が、うん、で、めちゃめちゃ煮込もう。明日バズリズムか。放送内容、ツーリーゾーンも何時からだ。明日めちゃ煮込み、あ、いいね、赤い赤い、やっぱこれぐらい赤くないとね、気持ち鍋は。25時14分から26時14分日テレ、日テレ鍵バズリズム02。出演します。ハッシュタグ STU48、ハッシュタグ花は誰のもの、上がってた鍋も。
煮込みうどん、煮込みラーメンですからね。マグマみたい、見て、マグマみたい。全力で水分飛ばしてるんだけど、辛くしたくって。煮沸消毒。よし、これぐらいで勘弁してやるか。海派じゃなくて海派？ヤマハだ。ヤマハありがとう。しかも今日100均で買った菜箸、麺をつかみやすい菜箸みたいな、私のためにやるやんみたいな菜箸でーす。なんか結構量が多い。終わり。できた。イエイ。
よい、できた。結構いいよ。写真撮ろうかな。見て、結構いいんだよ。熱々、ほら、よくね。ちょっと汁少なめにしてますけども、いただきます。鍋焼きキムチラーメン、具はニラとエリンギと豚肉ともやし、ニラ、ニラ2回言ったかです。うん、いい感じ。うまい。洗面器じゃないよ。いいね。はい、どうぞ。うまいですか。こぼしそう今日。ちゃ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 。もう辛いの刺したからめっちゃ辛い、最高。こんばんは。シュキ。
あ、バームクーヘン食べたい。こんばんは。ああ、ヤマハのギフト投げてくれてありがとうございます。ああ、熱い。はあ。もう冬だからいいけどさ、夏とか鍋するときどうしたらいいんだ。鍋しないかな、夏2日目ができなくなる、季節的に。もう量がわからん、いっぱい鍋に詰め込んじゃう。かわ、冷や鍋。なんか冬にさ、 あったかい部屋でアイスみたいなのあるじゃないですか。逆で夏にエアコンめっちゃ効いた部屋で鍋みたいな。暑そう。うん、見てこの赤さ、最高じゃね。ずっとさまー、うまかったー。はあ、最高。最高って言ってた気がする、ご飯食べて。お腹いっぱい。幸せ。
べた、食べ過ぎた。ここからフリートーク、ずっとフリートークだよ。台本あるあるあると思ってた。台本あったらもっとねちゃんとした話してるよ。なんか、ごっくんごっくんごっくんちょう。投げ銭を投票しました。ありがとうございます。そうだね。みんなのゴールデンウィークの楽しみは何？やはり。グリーナ、え、待って興奮してきた。私今日ベッドでゴロゴロしてる時からコンタクトレースの眼科から帰ってきて、もうコンタクト入れるのが嬉しかったから、レーシックで ICL したら朝起きた瞬間から目が見えるんでしょ。え、嬉しい、早くやりたい。あ、以上。あ、5日にあると期待するお話し会、それな、今日母さんと電話して帰ってこんのみたいな言われたけど、まあ5、6帰ろうと思うよったけど5かな、多分仕事になったらな、帰れんけ、多分帰れんよ、ゴロミちゃんごめんねっていうことにしましたんで、もうゴロミに言ったから、みんなゴロミちゃんに言ったから、5日ばかりお仕事だからって、ごめんねって。5日も売れっ子スケジュールで1日イベントだからって、ゴロミちゃんに言っちゃったから、そうなのってやってました。あ、リアルお話し会当選してた、よかった。え、マジいつかお話し会しよう。マジで祝勝会。いや、グリーンアリーナの日の夜のショールームが一番怖いから。マジで、そう、本当におめでとうにしよう。絶対。
あ、そう、 PR 舞台限定配信もあるとか。そうそうそう、そうなんよ、そうなんよ、何気に。そうそうそう、お話し会の日に多分やると思うよ。コツコツ投票してます、ありがとうございます。いや、もうゴロミに言っちゃったから、みんな。どこまで参加できるか。うん、でも一票でも伸ばしたいな、やっぱね。劇場版終わっちゃったらふーって一息ついちゃうけど、まだ続いてるから投票期間は、うん、ふー、頑張ろう。次回限定版、あとなんか前日に投票終わる前にギリギリになんか 前の PR 舞台の時にさ、なんか3日ぐらい前にさ祈りの一票みたいなのやったの覚えてる？私あれが結構自分的に絶対効いたなと思ってて、絶対あの一押し大事だったと思うの。あれで8位だったから、8位から6位になったと思ってるの、勝手に。やっぱ最後まで諦めない姿勢を見せた、諦めないってみんなで、あの時にみんなで決意した感じがあったから、あれは強かったなって勝手に思ってるのね。それは実際どうなのか分かんないけど、だから最後にその最後祈りの一票じゃないですけど、それはもうやろうと思って今ちょっと追加で取り寄せ中。そう、だからそれしたいなと思ってる。今日、今年も、今年今回もめっちゃ飲んだ今。え、さっき開けたよね、めっちゃ飲んだんだけど、びっくり。今すごかったよね、飲みプリ。もう今キムチと緑茶で口このお腹の中すごい分離されてそう、胃液と。キムチで多分めっちゃ口の中こう水分欲してるんだわ、吸引力が半端なかったね。大丈夫、ICL も今日度数決めて。なんかさ、左目だけちょっと乱視だったんだけど、なんか乱視で矯正しなくてもいいよみたいな、乱視両方禁止用のやつ入れても別に 1.0 か 1.2 の違いだから別に大丈夫、別に変わんないしどっちでもいいんじゃねみたいなこと言われたので、禁止用だったら日本にレンズの在庫があるからちょっとまあ1ヶ月以内にはできるよみたいな感じだったんだけど、やっぱでも乱視もなんか ICL をした人のレビューとかをいろいろ見てて、経験談とかをなんかツイッターとかいろんなとこで見てたら、タワレコとユープで残ってたの全部買った、ありがとう。ただなんか乱視も矯正できるんだったらしといた方がいいみたいな、でも 0.2 しか変わらないんだったらしなくていいらしいんだけど、 0.5 以上変わるんだったらした方がいいらしいの、乱視の矯正もね。そうだけど、もうなんか後悔したくないなと思ってちょっと5万ぐらい高いけど乱視のレンズ片っぽだけ入れてもらうことにした。だからね、取り寄せになるからね、
まあ1ヶ月ぐらいはかかるかな。1ヶ月2週間今日発注してもらって、まあ早くて1ヶ月かな、海外から取り寄せだったら。日本に在庫があれば2週間ぐらいでできるらしいんだけど。メガネもでもすると思う。私なんかこのショールームやってる時とかのなんかアイドルの時のメガネはマスクじゃないんだけど、私服でメガネってさおしゃれで使うじゃん。だからなんか私服によってはメガネ使いたい時もあるから、まあ伊達メガネとかは今後もすると思うけど、まあ基本はしなくなるかな。でもあのちょっとレンズが抜けてる伊達メガネはしてみたいんだよね。ちょっと憧れてるから。そう、私まあそれもあの一括で払うわけじゃないから大丈夫だろうな、大丈夫かと思って、そう言ってる。視力悪い、目悪い人ね、悩みだよね。やばい、この後絶対気持ち悪くなる。で、緑茶ってめっちゃ飲んだら気持ち悪くなる。なのに俺緑茶大好きすぎて一気飲みしちゃうんだよな。緑茶と牛乳はね大好きだけど、飲んだら絶対やっぱ30分後ぐらいにお腹壊すから気をつけてるんだけど、いつもでもやっぱ飲んじゃうんだよね。眠たいかも。あ、やばい。眠たいかも。あ、うーん。あ、今眠たかった。今眠かった。じゃあまあごめんね。今日ちょっとねなんか焦ってたな、ずっと配信中あんまちょっとみんなのこと構ってあげられなかったね、ごめんね。よしよしというわけで明日はカラオケ配信をおかしいよね、ちょっとね、何なんだろうね、私ちょっとおかしいね今眠たいんだろうね明日は4時って言ってた私。え、待って、4時半にやった気がする。受信ボックス。あ、4時で合ってた。あ、待って、4時に予約したからさ、4時には始めらんない。やらかした。まあいいや、4時ちょっと前に行けばいいか。フリータイムだし、どうせ。まあ、4時過ぎになるな、きっと。配信するんでよろしく。まあ、4時にカラオケルーム入って4時に始めらんないよね、セッティングあるから。まあ、いっか。千葉は今日はヤマハがヤマハにしか聞こえませんでした。え、わかる、私も言っててずっとヤマハ、ピアノが頭に長いです。とかれんこやすいみんじみあつーワンワンかんちゃんありがとう、アルプーありがとう、近いしありがとう、熊高ありがとう、アオニヤシお疲れんこん、意外のヤマハ、あ、意外だった、くっちゃん応援します、いいものを食べてパワーをつけてもらえれば、ではでは、そうだよ、私もショールームでしか牛肉買ってないから
あれですよ、そうそうそう、牛肉はねショールーム以外で買ったことない買ったことない、買ったことないの。だからショールームでしか食べたことない、家でみけちゃんありがとう、ぶーちゃん半熟卵店ありがとう、たか今日もお疲れ、願掛けの一枚いいねね、ラストみんなで一緒に楽しましょう、おやすみおやすみみんぜみ、チロ仕事で上司に聞いてみた、なんで僕呼ばれたん、そしたら言われたんです、八つ当たり要因だ、なんかいい、なんかいいねテンポが、今日も白目向いて倒れた、あら明日も仕事頑張って、カラオケ楽しみます、ハイパー配信ありがとう、明日は仕事だから見られないけどカラオケ楽しんでね、ありがとう、楽しみます仕事ファイト、金松先生福ちゃんを山に連れて行きたいっす、山に連れて行こう、一緒に山登ろうぜ、1位はカンズありがとう、というわけで私が福田はちょっとラストについて言ってください、アニオスト福田はストーチ、サンドの飯はどんで決まり、阿賀県出身の福ちゃんこと福田会でした、今日も一日ありがとうございました、お疲れ、おやすみゼミです、明日はじゃあまあ無事にカラオケで配信できそうだったらね、また改めてメールとか送ります、とりあえずやるって感じで今のとこ、よろしゅうに、お疲れ、おやすみゼミです、ありがとうございました、ヤマハのやつもありがとうございます、お肉のよろしくお願いします、よく休んでください、投票もお願いします、お願いします、本当に一票でも多く入ればいいなと思ってます、共に戦いましょう、明日もよろしくお願いします、ありがとうございました、連休楽しんでね、仕事の人は頑張って、また明日、ありがとう。